皆さんこんにちは、佐世保市長の友永です。レポーターの諸岡直子です。今回は新たな絶景スポット九十九島観光公園についてお送りします。さて市長、今回は俵ヶ浦半島の九十九島観光公園にやってきました。ここは最近オープンしたんですよね。はい、ここは本市のリーディングプロジェクトの一つとして整備を進め、今年3月28日に一部供用開始した新しい公園です。早速眺望の丘に登ってみましょう。いや、すごいですね。すごいね、綺麗ね。九十九島が一面に広がるとっても素敵な景色ですね。そうなんです。頂上からは九十九島の島々から愛の浦の愛宕山までの大パノラマを見渡すことができます。晴れた日には平戸島なども見ることができるんですよ。天海峰とはまた違った九十九島の美しい景色が楽しめますね。その他にも魅力満載の九十九島観光公園について公園緑地課の松永さんに話を聞いてみましょう。こちらの公園はどれくらいの広さがあるんですか？はい、こちらの芝生広場は約 4.7 ヘクタールあり、東京ドームと同じくらいの広さになります。とても広いのでピクニックはもちろん、たこ揚げやフリスビーなど何でも楽しむことができそうですね。晴れた日の週末にはキッチンカーが来ていますので、おいしい食べ物や飲み物を楽しむこともできます。そしてこの大パノラマの景色は夕日はもちろんですが、見る場所によって違う景色が楽しめるというのが一番の魅力です。展望広場からの景色は九十九島の島々をより近くダイナミックに感じることができるんですよ。おいしいものを味わいながら九十九島の美しい景色をさまざまな角度から眺める、とても贅沢な時間を過ごせそうですね。九十九島観光公園はこれからさまざまなイベントを開催地としても活用されていく予定です。これからの九十九島観光公園に注目ですね。本市では新しい佐世保の魅力の発信地として九十九島観光公園の整備運用をこれからも進めていきます。美しいだけでなく楽しい美味しい場所として進化を続けていく九十九島観光公園へどうぞお越しください。佐世保でイングリッシュ。 Looks fun. Yeah. Actually, I wanted to be an actress. Really? Yeah. Come join us. Of course. Want to be で何々になりたいという意味になるんですよ。ぜひ使ってみてくださいね。I'm looking forward to your performance. Yay! See you! 今回のキラッと佐世保はいかがでしたか？番組の感想を送っていただいた方の中から再開発火ドライリーフセットを抽選で5名様に差し上げます。番組へのご感想などをはがきか E メールに書いてご覧の宛先までご応募ください。またこの番組をもう一度ご覧になりたい方はキラッと佐世保で検索してください。お待ちしてます。